いや、その、なんですかね、性能の説明的には強そうなんですけどね。そう、名前、説明聞いた時、ぽこついよ。なんか、まだ、けどまあ、青峰も最初そうだったっすもんね。最初弱いって言われてて。赤勝負。これ、僕らと同じっすね。取ってフリーでちょっとやってみようっていう人ですね。そうしたら、あの、普通のランク戦みたいになるっていう。で、うちの代表のリブルが明石と組んでて、鏡明石の構成を今、試合やってるとこもありますね。あ、けど、そうか、PF と組んで、エンペラーアイで3狙うのもめちゃくちゃありっすね。いや、俺もそっちなのかなと思い始めて。ひねり潰すよ。あら。いけそう無理。ちょっと遠い。うわ。あ、おっと。うわ、危ない。これが現実でしょ。俺スクリーンかけた方がいい。ここ。せやね。ゴールに進める。と、そのドライブパス強いですね。ね。ドライブパス削れなし。早いし。まさにテレビ。はい、よてる。はい。オフェンスだ。あやっぱ元センターなめんなよ。おお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 青井さん、強いキャラって一回弱くねって感じになりません？あ、確かに確かに。落ちた。落ちてんけど俺も。落ちた。ゾーン入ってる。緑バー。ああ。あ、データ以上で終わった。データ以上で終わった。何データ以上って。とりあえず、今の環境は、明石はその、データを壊すのでちょっと弱いかもしれないですね。あ、試合戻ってきた。試合戻ってきたよ。ログインしたら。戻らない。あ、戻れやばすぎやろ、このゲーム。いやこれいやー、これはお詫び来るで。明日もメンテの可能性高いです。明日も高いね、これ。うん、でも一生戻れんやけど、何回でも。いや、あるんすよ、それが。あの、青峰の時、これで全然戻れないという問題がめちゃくちゃありましたもんね。ありました、ありました。バグり散らかしてた。それ考えたら紫原優秀でしたね。そのバグなかったんで。でも紫原はまだ踏ん張りバグあるからね。あ、踏ん張りバグけど、あれ可愛いんで、可愛いんで、あ、許せちゃうね。許せますね。わあ、多分レイアップのフェーパーがサンブル食らってますね。戻れんわ。これランク戦も一緒こうなる。ランク戦も多分なると思います。